と、え、3人あ、あつじ、あと、あつじさん、4人か、うん、さあ、A チームどうする？残ってるのが、加藤くんと僕とダリー、そして通じ加藤くんいっとく、よし、てか思ったよりもさ、さっきダイレクト減らんかったよな余裕で死んでる体力やったけど、怒り補正と体力やろ思ったより減らんかったよ、カウンターじゃないからあれ減らへん、基本大工とかカウンターで結構、それにしても減らんかったけどな、え、残ったみたいな。さあ次に出てくるのは加藤くん、てかエントリーネームなんだっけ、加藤家、はい、それで呼ばせてもらいます。まあ多分後半普通に加藤って言うんでしょうけど。さあここで出てきたのはダリを師匠として頑張って最近カプエスを続けています加藤家、キャラももちろんダリアル。さあ和歌山にタカさんって人もいるんですけど、彼も同じチーム構成なんですがグルワピーグループ、どうやらそのルガールってキャラが結構カルト的な人気あるみたいで、一部の人に超人気。さあここは、あ、さすがにホンダきついか、ここは前転にしっかり続き、さあしっかり続き見ている、まだホンダ戦はあんまりやってないっていうのがちょっときつそうですね。さあ今ちょっと思わぬ手違いがあったみたいで、人数が合わないってことで調べ直したら A チームが1人多かったみたいです。あ、多分初めの方に出てきた遠征してくれた人が間違えて向こうに、いや A チームのはずなんです、あ B チームなんですけど A チームにいたっていう、ちょっと間違いがあったみたいですね。まあどっちにしろ A チームはちょっと今残り少ないんで、あ前田先生がまあ最後まで回らんからって言ってすごい煽ってますが、ニヤニヤと見ときましょう。そしてその倉庫を言ってる間に画面ではホンダがレイプを始めている。俺はきつかった。さあ A チーム残るは辻、ダリ、キツネ、そしてダリ、辻はやっている。辻いける、あ誰か辻さんのプレー引き継いであげて、迷わず出てきたな大道楽FK も早かったけど大道楽はもっと早かった。今いいですね、あ見え張るなんかもともと止まってるから無理して動かしてるから、動いたら動くほど寿命やで。前田やりたい放題やな、自分ちやなここ。さあ現在時刻が8時15分、まあ、みんな割とパッパパッパ決めてるんで、開始から1時間20分ぐらいですね、早いですね、超早い。あパパもともとあんだけだからできひんだからシングル使ってやろ、いやなんかケーブルの方が有利な気がする、ダメダメでしたやん。さあおっとワンピー側辻がブランカレシオにできた。ちなみに辻さん今日の弟子キツネ杯、エントリーキャラはブランカレシオ4でした。デソラさんは雷電4、チーム名嵐なかなかあ分かってるなと思って。さあ起用系全一の辻ですが、全国の N グラは真似してくださいって言いたいんですけど真似できません
無理です。なんかね、あの辻さん岐阜勢なんですけど月1ぐらいで顔見てますね。変な友達より会ってますよ。ああ、そうこう言ってる間に先方ホンダ対ブランカ、これはどうなんでしょうね。列車差があるからまあブランカなんで、おっと中継電撃、ああ最大反撃ですね。めくり中継、しゃがみ中継電撃、多分あれ馬もやってないと思うんですけど、最後は振り向き、え、あそうなん、そうなん、ダルシム当たるそうです。はい、前田さんが自信満々になんか本田だけって言いましたけど、辻さんからさ あの B チームリーダーの前田さんがもう A チームの方行ったり来たり行ったり来たり、もう落ち着きないですね。同い年とは思えないですよ。出会った頃絶対年上だと思ったんですけどね、喋ってたらあこいつ同い年やっていうさあ、そうこう言ってる間に辻がかなりリードを奪っている。さあこれはおっと小橋電撃、さあこれはしっかりローリングで反撃して電撃持続当てて、上リッパーにはしっかり強肩ブッシュ強パン、小ジャンプ見えない、むしろ落ちません。小足小パンローリング、さあローリングを当てて気絶値を継続、小足小パンダイレクト、ここでゲージを使っていく、使っあの僕の後ろから4人ぐらいの DR 批判がやばいんですけど、これがまあマイクに入ってないことを祈るだけです。あそして中堅はイオリ、これはね立ち回りではブランカが楽なんですけど、まとわりつかれるとねやっぱイオリっていうのは乗ると強いんで、しかしブランカのレシオが2なので一発が1体、さあここは投げて、ここは投げ返す、置き攻めはクズ風しっかり読んでダイレクト、さあゲージは使ったが安定して殺しに行く。これで大将はサガットレシオ1対ブランカ2ですね。さあ大将戦お互い落ち着いていってほしいところですが、投げ抜け下手を固めて電撃に引っかかる、そして前転は投げる、ここは強気にアパか、下出よはダイレクト相打ち OK だよと、ここは投げ返して発動して中継止めてしっかり見ているアパか、これでようやくメイハルが止まった。あのすごくどうでもいいことなんですけど、今のアパかすごい静かに出ました、パンって。